ハッピー、ハッキングキーボードは、株式会社 PFU より販売されている、コンピュータ用キーボード。和田 H が1992年に発表した、論文、鍵盤配列にも、大いなる関心をが、きっかけとなり、個人が、修正、コンピュータ本体が変わったとしても入力用として、使い続けられるような小型キーボードとして、PFU が1996年に製品化した、 ものである。点キーやファンクションキー、矢印キーなど一般的な PC キーボードに搭載されているキーを極力取り除き必要最低限のキーのみで構成されているのが大きな特徴。そのためキーボードのサイズはコンパクトだがキー自体のサイズは一般的なフルキーボードと同じ 19.05mm であり打ちやすさなどを犠牲にしていない。ファンクションキーや ページアップ、ページダウンキー、プリントスクリーンキーなどの特殊キーは、ノートパソコンのように FN キーとの同時押しによって行う。その他、コントロールキーが A キーの左隣にあるなど、キー配置が現代の一般的なキーボードと異なる部分もあるが、これは1980年代のサンワーアクステーションで、使われた3タイプ3キーボードの配列を踏襲しているためで、あり。 ユニックスユーザーやプログラマにとって最も使いやすいキー配置だと和田が考えているからである。なお、付属ソフトでキーマッピングを変更することもできる。スイッチにはリアルフォースシリーズと同じく静電容量無接点方式が採用されており、東プレから OEM 供給されている。2017年4月のハテナエンジニアの IO キーボード調査では37.5%の 得票率で MacBook Pro 内蔵キーボードと並んで1位に選ばれた。理由として打鍵感が好き、指に負担の少ない深めのキーストローク、サイズがコンパクトで扱いやすいなどが上がった。リチャード・ストールマンが愛用している。モバイル端末と組み合わせて使っているところは損失スタイルと呼ばれている。1996年12月発売の初代ハッピー。 ハッキングキーボードでは、スイッチ機構として、一般的なキーボードと同じメンブレン方式を採用していたが、2003年に販売が開始された、ハッピー、ハッキングキーボードプロフェッショナル以降の製品では、静電容量無接点方式が採用されている。そのため、両者は、ハードウェア的にもキータッチ等も、全くの別物であるが、その基本コンセプトに基づく、 キー配列については公約通りに変化していない。いずれも PFU ダイレクトの1000倍。過去の製品は家電量販店で販売されていた時期もある。Bluetooth と USB Type-C に対応したフラッグシップモデル。スピードとサイレントを兼ね備えた Type-S のキー構造を採用。キーのプランジャーに干渉剤を挟むことにより、 従来のプロフェッショナルシリーズよりもキー高に音が30%低減されたとのこと。キー配列は英語配列と日本語配列がある。カラーは白と墨の2種類で、それぞれキートップに全く印字がない無刻印モデルも存在する。販売価格は32000円。シリーズのコアとなるハイスタンダードモデル。Bluetooth と USB Type-C 接続の両方に、 対応し、タイプ S よりも、打鍵音が出るが、こちらの方が好きという人もいる。タイプ S と同様英語配列と、日本語配列、カラーは、白と墨の2種類で、無国印モデルが存在する。販売価格は27,500円。USB 接続のみに絞ったシンプルなモデル。英語配列のみ販売で、カラーは、白と墨の2種類、無国印モデルが存在する。 販売価格は23000円。ハッピー、ハッキングキーボードプロフェッショナルに無刻印英語配列。カラーは白と墨の2種類で、それぞれキートップに全く印字がない無刻印モデルも存在する。HHKB プロフェッショナル2の日本語、配列バージョン。英語配列では省略されているカーソルキーがキーボードの右下についているが、そのため Z 列のキーが 英語配列に比べてそれぞれ左にわずかにずれている。カラーは白と墨で金刻印はない。静音モデル。キーストロークが通常タイプの 4mm に比べて 3.8mm で、通常モデルよりタイピング音が30%軽減されている。英語配列の HHKB Professional 2タイプ、S と日本語配列の HHKB Professional JP。 タイプ S が存在する。カラーはいずれも白のみ。Bluetooth 対応モデル。単三電池2個で稼働。英語配列と日本語配列があり。カラーは墨と白の2色。ハッピー、ハッキングキーボードライトに日本語版、メンブレンスイッチ仕様の連価モデルで、英語配列モデルにもカーソルキーが付いているなど他のモデルとの相違点が多い。英語配列と 日本語配列があり、カラーはそれぞれ白と黒の2種類。マッキントッシュ専用の HHKB ライト24、マックもある。英語配列と日本語配列があり、色はいずれも白。HHKB 初代モデルの発売10周年を記念して、HHKB プロフェッショナル、HG ともに2006年10月12日に発売されたキーボード。すべてのキートップに、 輪島塗りによる漆加工がされたオーダーメイド品で世界最高の打感と質感を持った究極のキーボードを目指して作られた。販売価格は50万円で最も高価なコンピューターのキーボードとしてギネス認定を受けた。2019年12月10日発売のプロフェッショナル3機種は全バージョン黒と白の2色展開。 タイプ S には高速タイピング性と静粛性に優れたキー構造を採用。現行機種の発売と同日、HHKB Professional BT Professional Type S Professional 2の販売終了と、Professional JP Lite 2の在庫品の完売をもって販売終了が発表された。 ライト二方マックはしばらくラインナップに残ったが、こちらも在庫品の完売をもって2020年中に販売終了。和田によれば、カウボーイがその蔵を、馬が変わっても同じものを使い続けるというエピソードに、例えている。日本語版キーボードには搭載されている。ハテナエンジニアの IO キーボード調査、HHKB、キニーシス、人気上位は意外な結果にハテナニュース。 2017年4月25日時点のオリジナルよりアーカイブ2017年4月25日閲覧関根新市 HHKB20 周年記念ユーザーミートアップイベントレポート秋葉 PC ホットライン2019年12月16日閲覧ハッピーハッキングキーボード HHKB プロフェッショナルに タイプ S 特徴 PFU-AB ハットインク、メジアゲネ、PFU、PD キロバイト 500J、オーダーメイドのわ島塗りキーボード、w w w g i z m o d o j p 2021年1月6日閲覧、ハッピー、ハッキングキーボード、HHKB プロ HG ジャパン仕様、PFU、www.pfu.fujitsu.com。 2021年1月6日閲覧。最も高価なコンピューターのキーボード。ギネス世界記録日本語版。2020年12月10日閲覧。商品デザイン部門。パーソナルコンピュータ及び関連商品。新 HHKB シリーズ発売記念キャンペーン。PFU ダイレクト。2019年12月10日閲覧。ありがとうございます。